霜降ってる。朝起きてトイレ我慢できなくてトイレ行ってここ開けたら霜降ってた。霜降ってる。霜降ってた。今トイレ行ったらテントめっちゃ凍ってるから見て。ちょっと見たいな。行くか。ちょっと。珍しく一瞬で目覚めた。霜降ってたから。霜だ。寒くない？寒いよ。行くか。よいしょ。出ますよ。霜あるか？霜ある。本当だ。え、ここ。この影になってる部分、霜じゃん。あ、本当だ。わかるかな。え？初霜。初霜。いいねー。はあ、見て見て。はあ、美しいね。綺麗。積もる日は近いね。うん。うん、うわいいね。この感じ大好き。これ。広い芝生。この感じ。なんとも言えない。わかるわかる。もしかするとあれじゃない、どっかに氷張ってあるかもしれない。これをシマエナガが食べに来るんだよ。木の樹液じゃなかったっけ。そう、これではない。うん、高級なお店で最後のデザートそういうの出てくる。上に刺さってるやつ。そう斜めに。そう、あれ食感いいよね、パリッって、うん、あれが氷だったらどうだろうね。もし私とケンがなんか氷のレストランみたいなの開くとしてさ。味ないじゃん、うん、それに味ついてたらいいかもね。透明なのに味がある。そう、うん、ちなみに昨日キャンプに来る前に、うん、30分ぐらいかけて私ネイルしたんだよね、うんうん、で剥がせるネイルっていうやつしてきたんだよね、うんうんうん、100均で買った、うん、でも細かい作業とかなんかちょっと激しめの作業をすると、うん、すぐ取れるのでご注意くださいって書いてあって、うん、昨日天幕の3点ポールの設営でめっちゃ細かい作業と激しい作業して、うん、設営終わった瞬間手見たら全部取れてた。綺麗に全部取れてたね。まあ、剥がれるネイルっていうやつだからね。しょうがないんだけど、せっかくキャンプのために綺麗な爪で、ね、映ったらいいなと思ってやってきたの。昨日の夜焚き火できなかったからさ、うん、やろうかなと思った。2時間だけでもやろうかなって思ったけど。いや、俺も思ってた。でもあそこでね、キャンプ場の人がやってくれてる。ラッキー。おお。え、ご自由にお楽しみください。え、マジ？あ、自由なの？え、こんなサービスあんの？初めて知った。しかもここめっちゃ素敵なんだけど。ねえ、じゃあケン、ここでコーヒー飲む。めちゃめちゃいいね、それ。すごい贅沢だった。いいね、特殊な薪だね。学校の図工で積み木出てくるような。図工で出てきた。図工の部屋のテーブルのなんか足、そ
そうそう。周りのさ、椅子がこれ白樺の椅子、ね、しかもめちゃくちゃ太くない？ね、こんな太い白樺あんだね。これ家に欲しいな。どうすんのそれ、うちにあって。いや、椅子にしたくない。今のうちの状態ではどこにも馴染まなそうだけど。そうね、そうね。今日はですね、ちゃんと持ってきました。懐かしのサザコーヒー。懐かしいね、茨城ね。こっちがなんかサザ農園って書いてる。うん、パッケージめちゃめちゃ可愛いね。なんか上質だよね。固定方法についてコメント来てます。来てた。俺ら間違ってんのかな。いや、多分もう一箇所、ここ、あ、なんじゃない。でもこれさ、いや、これの時は大丈夫なんだよね、多分、うん、なんか、あ、別のね、こういうやつあるでしょ、こういう、そ、両サイドにかけるやつ、うん、あれの時に、なんか多分ここもう一箇所引っ掛けたらいいんですよって教えてくれた、うんうんうん、うわぁ、すごい、なんか豆が明らかにいい豆だ。豆粗い。うん、サンフラワー、サンフラワー。よっぽど楽しかったな、茨城。あの歌さ、下船30分前ぐらいからずっと流れるね、うん、頭から離れないよね。全然私、下船してから今初めて思い出してる。そう、コーヒー入れた瞬間にケンがピーヒャラに行って、まだ飲まないで待ってたけど、もう5分ぐらい帰ってこないので先に飲みます。あ、こう言ってきた。痛い？お腹？ケンの悪口言ってたんだよ、今2人で。2人？焚き火と。焚き火と話すようになった。怖っ。手だ、これ。うわぁ、落ちてた。すごい冷た。めっちゃ冷て。すごい。こういうせんべいない？ある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 、ね、タコ船でしょ。タコ船、うわ、浅草とかにあるでしょ。きれい。美味しい。美味しい。濃い。めちゃめちゃ濃い。うん、うま。さすが。サザコーヒー。あのケーキも一回食べたいな。チョコの。ああ、サザコーヒーの。うん、でも有名なのはショートケーキなんでしょ。うん。カステラショートケーキ。でもチョコが好き。なんかいう喫茶店みたいな感じ。いいね。いい。はー。ああ、焚き火の香り最高に気持ちいい。なんかやっぱ週に1回は焚き火したいな。いや、なんかだって昨日焚き火できなくて今日このまま帰るのかと思ったらなんか、ね、なんか何しに来たんだろうみたいな感じがちょっと。いや、家でできれば一番いいんだけどね。いろり作るしかないか。家でやったら臭いっしょ。薪ストーブじゃない、だから家も。おお、薪ストーブも使えるよっていう状態にしたから。薪ストーブだけだったら結構大変だと思うんだよね、毎日さ。パネルヒーターもついててみたいな。土日のご褒美に薪ストーブを使うみたいな。というわけ、真剣に家を建てたいと考えておりますので、最近このような会話が多いです。ケイトがね、ふとした時に言うね、家建てたいっす。家建てたすぎる。本当は2年ぐらい前にちょっと家建てようとした時あったんだよ。あったあったあった。いや、もっと前じゃん。ああ、6年前に1回家ブーム見学みたいなの行き始めたのと、2年前にもそのブームが来た。でも
2年前はそのコロナでウッドショックとかなんとかってなって、今や建てたらすごい高いみたいになって、うん、まあ、早々に諦めて、でまた今はね、うん、家の時間充実したいよね。ちょっとそのうち動画上がるかもしれない、普通に家探しに行く動画もういよいよ何のチャンネルってなるからサブちゃんにしてもいい、今さらサブちゃん今さらサブちゃん昼間夫婦家を建てるチャンネル、家欲しいな。でもやっぱこの半年ぐらいでもし決めたらさ、うん、雪解けたぐらいから着工してさ、うん、秋ぐらいに建つっていう可能性あるよね。そうだね、もう来年ぐらいには欲しい。だってさ、そんなの人生の残りはどんどん減ってくんだからさ、早く建てた方が長く楽しめるじゃん。別に後回しにしてもあんまり意味ないっていうか、人生において家で過ごす時間が一番長いわけでしょ、うん、早く建てた方がいいんじゃない。そりゃなんかさ、うん、留学してた時はさ、将来どこに住むかってまだわかんないし、もしかしたら沖縄に移住したいとか思うかもしれないから、北海道に本当に家建てて大丈夫なのかなとか思ってたんだよね私、うん、将来自分がどこに住みたくなるかなんてわかんないなみたいな、うん、でもキャンプ始めてさ、絶対北海道でいいな一生って思って、うん、てかここしか逆に住めないなって思い始めて、まだそんな見てないけどね、九州の方とかも。まあね、でもなんだろう、現時点でもやっぱり好きすぎて、うん、だからなんかそれならお家買ってもいいのかなみたいな。急に九州住みたくなる可能性あるか。短期的に行きたいかも。1年とか。もうやっぱ北海道の気候が体に染みついちゃってるから、霜見れなくなるよ霜。南国みたいなところやっぱり憧れるけど、でもやっぱ住むのはここかな。ここでご飯食べたい、心地よすぎるそう、ここのキャンプ場の情報とか伝えてなかったけど、一回来たことがあって冬キャンプで、もともとゴルフ場だったのかな。そう、綺麗だよね、めっちゃ広い、てか綺麗、すごいいい。初めて芝がある時期に来たけど、すごい綺麗だし、木の種類もたくさんあるし、うん、鳥めっちゃいるし、もうちょっと来ればよかったなって思った。女子トイレ改装されてめっちゃ綺麗になってたし、綺麗だった。電源もあるんだよね。うん、電源サイトある。冬はここだね。うん、なんかその女子トイレ新設されてさ、綺麗だったんだけど、その中でストーブもついてて、うん、昨日夜自分たちのテントから出てね、女子トイレ行ったらさ、うん、なんかもうテントよりトイレの方があったかかったここで寝たいと思ってなんか、え、好みじゃないの、うん、え、そういうことじゃないんだよな。そういうことじゃない、やるけどちゃんとね、自然にできた、うん、水たまりのやつ。そう、これはこれでいいけど、もうちょっと寒くならないとダメだ、うん、ドハマりしております。今日は入麺セカンド、はい、マダイのだし塩を使ってちょっとタイだし入麺作ろうかと。絶対美味しい。ちょっともうね、入麺ハマりすぎて、うんうんうん、なんか茹で時間短いとすごい良くない、うん、そして美味しいっていう、うん、このだしってさ、どこでゲットしたの。ゲットっていうか、どこで購入したの。あ、それもともと友達のお母さんにもらったんだよね、うんうんうん、料理超上手な友達のお母さんもらって、そのぬいぐるみ、あ、そうそう、私の私がぬいぐるみに話しかけるのを気持ち悪いっていう大親友のお母さんがお母さんはそういうこと言わないんだよ、なんならぬいぐるみとか多分好きだと思ってで、その子のお母さんがめっちゃ料理上手で、うん、なんか美味しい出汁とか見つけたらくれるんだよね。そうだよね。そう、あ、これもそうなんだ。そうそう、で、それ以来ハマって自分で買ってるっていう、うん、この出汁自体は北海市場に売ってる。あ、そうなんだ、スーパーに売ってるんだ、うん、ちょっとレモン、
俺今半分外で調理してるけど、まだいけるね。うん、5度ぐらいな気がする。うん、こちら愛媛さん、はい、はい、297円。いや、安くね。まあまあいいよね。うん、サイズも2人にはちょうどいいかな。うん、うん、うわー、どうする、こうか、流れ的に。すごいすごいすごい、職人の技。え、それやるだけで全然味が変わってくるやつでしょ。味も踊り具合もね。そこにちょっと塩かける。かける。なんでそんな楽しそうなの、ケンは。それやってみたかった。タコとかもさ、そういう風にする人いるよね。そう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 、え、ケイとそのスキル覚えちゃった。え、マグロの寿司とかも。あ、いけちゃうね。うん、じゃあケンさんこれちょっといいですか。うん、私バーナー使えないんだ。うわうわ、マジか。いいんじゃない。やばくない。お料亭。何これ、お料亭。よし、じゃあもう行きますよ。はい、こちらに先ほどのだしを入れます。はい、どのぐらい入れるの。小さじ多分2ぐらいかな。本当はこれだけでいいんだけど、うん、ちょっとこのクバラのあごだしつゆっていうのを、へー、初めて初めて、うん、これ九州のなんか多分だしなんだよね。うんうん、だしにハマりすぎちゃっていろんなだし家に、家の冷蔵庫にあるかもしれない。ここにちょっとだけね、ちょっと。うわぁ、お決まりのイボのイカです。そうね、やっぱりイボの糸。素晴らしい。そうめん、やっぱりイボの糸。その最後のビブラート。ケン、ビブラート結構こだわるよ。そうめん、やっぱりイボの糸。ムカつく。なんかムカつく。顔想像してムカついてる。顔見てなくても分かった今。どんな顔して歌ってるか。テーブルの上がごちゃごちゃしてるの映っちゃってるけど、まあいいか。そうめん2束でいいか。3いく ?3 いけそうじゃん。これ。結構3人前。結構ありますね。3人、あ、でも本当は1人2束だからさ、そうめんってこちらに。うわー、あ、ちょっと待って、やっぱ同化しちゃうから。あー、絨毯ね。絨毯引いて、で、頭いい、頭いい、めっちゃいい。で、うん、この上にこの生海苔、うん、これちょっと最近ハマってて、うん、これ家で半分使ったやつなの。どこの料亭マジで。ここにかけます、はい。うわあ、あ、うわあ、めちゃめちゃいいじゃん。だしの色味すごく、めちゃくちゃ美味しそう。うわあ、最後ですね。やばい、こんな人いる、キャンプ場に朝ごはん命注いでる人。これやってる時一番楽しいんだけど。食べますか。名付けて、はい、あごだし、あ、どうしようかな、炙り台のあごだし乳麺、生海苔を添えて、添えて。なんかフレンチみたいな。フレンチの要素入ってる。食べよう、ケン。最高に幸せ。なんだこれ。ケイト、ありがとう。ケン、ありがとう。俺、何もしてない。いただきます。いただきます。待って、スープから飲む。うわお、うん、あのタイの出汁って全然違うね。ケン、タイ食べてみて。これ、これ。え？これは。これやばい、マジやばい。え、これ寿司屋のタイじゃん。うん、
多分塩かけて炙ったら寿司屋なんだろう。しかもこう包丁入れてるでしょ。それがまたね、軽く塩をかけて炙った断面が下に乗った時にすごい味を感じる。いや、いいよ。めちゃくちゃうまいぞこれ。なんか将来さ、居酒屋出したいとかって言ってたじゃん。その店の名前決まった。炙りと出汁炙りと出汁っていう居酒屋どう？じゃあしましょう売れるこれはいいわ。あの今日平日なんですけど、すごい人が集まってきた、うん、まだ10時なのに ね。ここ10時チェックインなんだよね。だからめちゃくちゃいいよね、10時チェックインって。めっちゃいい。マジで本当にかっこいい時間でしょ。キャンプ場出まして、さっきにゅうめん食べたばっかりなんだけど、なんかここの近くにテイクアウト専門のピザ屋さんがあって、そこがめちゃくちゃ美味しいって視聴者の人が教えてくれて、昨日動画アップされたんだよね YouTube に、うん、そのコメントで来てたんだよ、うん、ちょうど、うん、私たちが泊まってる、ここに泊まってること知らないはずなんだけど、うん、たまたまここのキャンプ場の近くのピザ屋さんが美味しいですよって教えてくれたので、今行って、まあ、持ち帰るかちょっと車でカーランチ、いいねいいね、ドライブランチみたいなしようかなと思います。ちょうどなんか炭酸ジュース飲みたい気分だった。コーラとピザ食べたい。あ、いいね。あ、しかもソフトクリームもあるっぽいぞ。へえ。あ、4種のチーズがいい。え、でもコメントで来てたのはマルゲリータ美味しいですって来てたよ。2個食べたい。こんな感じ。牛鴨焼きグラッケ。この看板かわいいね材質気になるの素晴らしい。素晴らしい。わかんの本物の木です。本物ですか。1枚板、1枚板。ああ、人気ナンバーワンがマルゲリータ。ちょっと中入ってみましょう。結局 マルゲリータにしました、うん、ソフトクリームどうする、食べた後に考える。うん、楽しみ。車まで持ってきてくれた、ね、いや、もう乳麺はお腹の中からなくなりました。一瞬で消えた。ちょっと待って。うわぁ、変わったマルゲリータ。確かにね、めっちゃ熱々。今膝めっちゃ熱い。熱い。大丈夫、食べるか。このピザにはそんな貯めるそんな貯める必要ある。なんか決め台詞言おうかなと思ったんだけど、うん、やっぱりピザにはコカ・コーラ、はい、そんな力いるか。いや、え、そんな大変、過去一硬いコーラそうだ、過去一硬いコーラだった。先に飲む派ね、ピザの前に。おお、ケンいいの先に食べて。いや、実食。いただきます。ほい、 うまそう、めちゃめちゃうまそう。大好きなやつ、大好きなやつ。この薄いパリパリ系の何枚でもいけるやつでしょ。うん、いやー、もう一種類買いたくなってきた。うまそう。あ、これペローリ、薪ストーブ買ったら作ろう。ピザパーティーだな。いただきます。うん、めちゃめちゃうまいじゃん。うん、うまい。結構このソース濃い、しっかりしてる。うん、しっかりしてる。うん、ピザにはコーラよ、うめ。いや、タイ乳麺忘れられないな。あれマジでうますぎた。また作ろう。うん、そんなこんなで今日は終わりです。次の動画は多分薪ストーブを買いに行く動画か、なんかそんな感じになるかな。ちょっと近いうちに薪ストーブを買うことになりそうなので、ちょっとそちらもお楽しみください。今日は3人でご挨拶です。これは前田夫婦の
ヤスさんのお母さんが作ってくれたフェルトのシマエナガです。結構リアルだよこれ。超すごいよ、うん、こんなの作れる。作れんだろ。すごい。車のここに飾ってある。3人でお別れです。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。初めての挨拶。